はい、オルガンライフです。皆さん、パソコンのソフトの使い方とかを画面録画して、そして説明動画を作る、まあそういうこと考えたことないですかね。まあ一番思いつくのがビデオカメラ後ろに置いて操作してるところを撮る。まあただそれですと画面がくっきりしない。だから画面録画機能を使う。まあそうするとカーソルが見えなかったり、指を指して説明とかできないですね。編集の時に上に何か重ねる、まあそういう方法を取るんですよね。まあただ一番いいのは画面を録画しながらメモとかを書き込みたい。丸を打ったり線を引いたり、まあそういうソフト結構求められてると思います。実はこれビデオプロックというソフトを使うと簡単ですね。ビデオプロック、動画のフォーマットを変換するソフトです。その中に画面録画という機能があります。まあこの機能を使うと画面を録画できる。その時にコントロール T を押してパレットを表示すると、まあ、そこからペンとか選んで画面に絵を描くことができますね。丸とかアンダーラインとか文字とか入れられます。この画面を録画してる時に絵を描ける、非常にいいんじゃないですかね。説明する時に書き込める、それ重要なんですよ。まあ後から線とか引くの忘れたりします。先生が黒板に書くみたいに説明しながら書くのが一番なんですよね。それがビデオプロップレスとできてしまいます。画面録画のツールで悩んでる人、画面録画しながら何か図形とか線とか引けたらいいんじゃないかな、そう思ってる人、ぜひビデオプロック試してみてください。ではバイバイ。